SNS で話題のアイラップレシピ。まずはアイラップといえばサラダチキンぐらいバズってますので、まずはやっぱりこれからいきましょうね。いや本当にしっとりできるらしいんですよ。アイラップレシピの定番という声も多いサラダチキン。まずは鶏胸肉にフォークで穴を開け、そのままアイラップに投入。そこに塩、砂糖などお好みの調味料を入れたらしっかり揉み込みます。これね、絶対子供をやりたがるんで子供に揉んでもらいましょう。あとは空気を抜いてアイラップを縛り、沸騰したお湯に入れるだけ。弱火で3分湯煎したら火を止めて鍋が常温に戻るまで放置。果たして出来上がりはどうですか？火通ってる感じですよね。包丁を入れるとちゃんと中まで火が通っているサラダチキンに。耐熱性が高いアイラップなら湯煎も安心。パサつく鶏むね肉でもしっとり仕上がる低温調理が簡単にできちゃうんです。お味の方は、本当にしっとりしてる。パサつきゼロ。ほんのり中まで塩味が浸透しててすっごい美味しい。江田さん気になるのね。江田さんはね、いつもプロテインプロテインって言ってるから、もうこれ江田さんこそ作った方がいい、ということで体作りにはうるさい江田さんにご用意しました。どうぞ。お、結構びっくり。だいたいパサパサするんですけど、鶏胸肉ってすごくしっとりしてふわっとしてる感じ、めちゃめちゃ食べやすい。ナイスチキン。定番レシピの次はSNS で特に人気の簡単レシピを2つ紹介。1つ目は煮込みハンバーグ。ハンバーグを作るときは通常混ぜるボウルを用意すると思うんですけど、それはいらない。このアイラップがボウル代わりになると。材料のひき肉や玉ねぎ、卵などは全部アイラップの中へ。そのまま揉み込んでハンバーグの種を作っていきます。これ結構ね、強くもみもみしてるんですけど丈夫、しっかりこねることできましたよ。そしてハンバーグの形を整えるのもアイラップに入れたまま。さらにソースの調味料とお好みの具材まで一緒に入れちゃいます。空気を抜いてアイラップを縛り、沸騰したお湯で30分ほど湯煎。最初から最後までアイラップの中でできちゃうんです。焦げてるかなとか小さな心配が少なくて済むというのはいいですよね。30分後取り出してみると、なんとアイラップの中だけで手も汚さずに煮込みハンバーグが完成。焼かないハンバーグ、お味は？おいしい。柔らかい。ジューシーなハンバーグにソースがよく馴染んでてちゃんとまとまってるんですよ、美味しさが。これは完璧。続いては卵サンド。アイラップがあればゆで卵を作る必要がありません。アイラップにそのまま卵を割り入れちゃうんです。黄身にフォークで穴を開けたらアイラップの口を軽くねじって、そのまま電子レンジで1分半ほど加熱。卵が固まったら電子レンジから取り出してアイラップの上から潰すだけ。黄身の塊と白身の塊、すっごく上手にできてる。そこにマヨネーズなどお好みの調味料を入れ混ぜ合わせれば完成。パンに挟んでいくんですけど、なんとこの縁をチョキンと切る。そう、アイラップの端っこをハサミで切って絞り出せば簡単に盛り付けられちゃうんです。3分もかからずに卵サンドが完成。ちゃんと白身はプルプルで、黄身はねしっとり感が残ってて、バランスが最高の卵サラダができてる。
これ電子レンジで1分ちょっとチンしただけですからね。これは時短、もう忙しい朝にぴったり。おいしい。アイラップを使えばめんどくさい煮込みハンバーグも卵サンドも簡単に作れて、洗い物も激減。アイラップは主婦の強い味方ですよね。